今日は奈良時代に乱を起こした藤原の仲間のお話です。後見上皇道教と対立した藤原の仲間が軍事力を持って政権の位置を塞ごうとしますが失敗します。この事件を名前から取って藤原の仲間の乱または恵美の推し活の乱と呼ばれています。では早速お話に進んでいきたいと思いますが、まず最初に藤原の仲間の家系を少しお話しして、乱を起こす前の政権で力を握れるようになった理由、そして乱という流れで進みます。では参りましょう。藤原の仲間の生まれ。藤原の仲間は706年に父藤原の睦麻呂、母は阿部の三好の孫から次男として生まれます。父藤原の睦麻呂は奈良時代前半の政権を握った藤原の父人の4人の息子の長男です。でこの4人が建てた家が藤原氏家ですね。南家藤原の睦麻呂、北家藤原の房崎喜家、藤原の馬飼、京家藤原の麻呂、んで南家に藤原の睦麻呂、そして息子の藤原の仲間呂が続きます。ちなみにですが、南家の名前の由来は藤原の睦麻呂の邸宅の場所が弟藤原の房崎の邸宅に対し南に位置したことから来ています。結構簡単につけられていますね。藤原の仲間の政権。20代の藤原の仲間の時代、天皇は聖武天皇で、妻は光明皇后でした。この光明皇后は先ほどのお話しした藤原の父人の娘です。で皇族以外で初めての天皇の妻となった女性となれば、天皇と藤原家の関係が近くなり、権力がより一層高まってきます。しかし737年、大きな事件が起こります。それが感染症の一つ、天然痘の流行で、大量に人が亡くなり、その中に貴族も含まれていました。そして光明皇后の後ろ盾により政権の中枢を担っていた藤原の氏家が相次いで感染症を起こし病死してしまいます。それにより政治の位が一気に変動を起こすんですね。この流れで立花の諸江が一気に政界でのし上がります。この方は光明皇后の叔母で、藤原氏家が相次いで亡くなったため、その空いたスペースを立花の諸江が大納言、右大臣、左大臣にまで昇進していきます。そして玄房、吉備の真備らを抜擢して新しい取り組みを行います。一気に高い位まで上り詰め、ウファウファ状態だった立花の諸江ですが、すぐに政権を取るのが今回の主人公、藤原の仲間。この方は特に大きなことはしていないのですが、一気に地位を上り詰められるのは天皇、上皇などの後ろ盾があったからです。749年、聖武天皇が病で一時的に倒れたことで位を譲り、光源天皇が即位されます。光源天皇は718年に聖武天皇と光明皇后との間に生まれた子供でした。で光明皇后の子供なので、藤原の仲間とのつながりが強く、光源天皇とはいとこにあたります。しかも藤原氏家が亡くなってしまい、血縁の近い親族が少なかったために、光源天皇が信頼や頼れる人が藤原の仲間しかいなかったんですね。そういうわけで天皇という最強の後ろ盾を得た仲間、そりゃ一気に大きな権力を持つことができますよね。しかし後に対立することになり、最終的に藤原の仲間が暗殺されてしまいます。ということで、位が三期から内大臣を飛び越えて一気に左右大臣に次ぐ地位である大納言にまで昇進。いとこの光源天皇と叔母である光明皇后からの両支持を得て、うまく世渡りをしていく藤原の仲間は政権と軍事を掌握していきます。そして当時の左大臣の位にいた立花の諸江を策略に失職させ、権力をしのぐようになります。そのため飛ぶ鳥を落とす勢いで出世を重ね、さらに皇太子のために新設された守備中大の長官に就任します。それだけにとどまらず、後ろ盾となっていた光明天皇だけでなく、順仁天皇の下でも実権を握ります。これにより藤原の仲間は760年1月、太政官のトップの位、太政大臣に任命され、名実とともに最高権力となり、並ぶ者はいない勢いになります。しかしやがて影が差し始めます。太政大臣に任命された年の6月、光明皇后が亡くなり、大きな打撃となってしまい、次第に権力
力に限りが見え始めます。特別に大きな功績を残すようなことがなかったのに、最高権力を手にした藤原の仲間らは光明皇后が幕府にいたことが前提で、いなければ徐々に権力は弱まっていきます。藤原の仲間らの乱、皇位を譲って上皇となっていた光顕上皇ですが、この時期病気がちだった光顕上皇は何とかして治すため、お坊さんの道教に頼ります。道教とは奈良時代に認められていた仏教の一つ、法相宗の僧侶で、修行に病気が治るように祈る仕事を漢中で行っていました。すると驚くことに病気が改善され、光顕上皇が元気になります。今まで辛かった病気を治してくれた道教、光顕上皇からすると頼りになりますよね。しかもそれだけでなく、深い関係にも陥ります。男女の深い問題は決して珍しいことではないはず。しかし光顕上皇は政界で道教を特別扱いするようになり、位をどんどん上げます。それを知った藤原の仲間は焦ります。このままでは自分の位の地位を道教に奪われてしまうかも。そこで藤原の仲間が光顕上皇にこう言います。あんな坊主と仲良くしない方がいいですよ。その言葉を耳にした光顕上皇言います。今まで苦しんでいた病気を治し、精神的な部分まで癒してくれた道教さん、バカにしないでよと怒りを買ってしまいます。これが引き金となり関係が悪化。そこで地位や権力をキープするため動きます。藤原の仲間らの乱、764年9月、朝廷の軍事力を自分のものにして光顕上皇や道教を倒そうと計画が失敗し、追い詰められます。まず最初に藤原の仲間らは攻めるため兵士を集める命令書をいろんな場所にばらまく計画を立てます。命令書の内容としては、光顕上皇、道教をやっつけるために兵士さん集まってくださいではなく、今新羅の情勢が不安定なので攻めるぞという嘘の内容でした。しかし仲間に密告されてしまいます。クーデターをした光顕上皇、どうするか、逃げるより守るよりも先にこちらから攻めればいいんじゃないのということで、先手必勝で攻めます。で、光顕上皇は藤原の仲間の背後に回って刀で首を切るようなことはせず、最初に天皇の持つ鈴印を奪います。鈴印とは漢字を見るだけだと鈴のついた印鑑をイメージしちゃいますが、こちら簡単に言いますと普通の印鑑とは違う決定権のある印鑑です。天皇の行事とも呼ばれています。上皇や大臣よりも権力の高い印で、どんな文章であっても鈴印の印がなければ正式には認められないんですね。なので光顕上皇は当時の天皇の鈴印を奪い、決定権を自分のものにすることを考えます。そして国を背いて兵を挙げた藤原の仲間は悪者だという文章に鈴印を押せば、正式な権限の下で藤原の仲間を始末することができると光顕上皇は考えたわけですね。で、光顕上皇は部下に鈴印を十人天皇から奪うように指示、そして成功します。それを知った藤原の仲間、すぐに行動に移し、三男の藤原のすまろに鈴印を奪うように指示、そして光顕上皇の受刀衛の山村王と争い、三男藤原のすまろが取り返します。軍として派遣したのが坂の上の狩田麻呂で、この方は征夷大将軍で有名な坂の上の田村麻呂の父にあたります。坂の上の狩田麻呂らの軍隊の加勢により、相手側の三男藤原の楠麻呂を射殺し、鈴印を取り返すことに成功、光顕上皇のもとへ運ばれます。それを受けた光顕上皇は藤原の仲間の官位や姓を剥奪し、全財産を没収すると宣言。どうする？藤原の仲間ろ、負けを認め光顕上皇に従うか戦うかの岐路に立たされ、結局戦うことを決意。そこで藤原の仲間ろは一族を聞いて、一旦平城京を脱出して宇治へ向かいます。そして仲間ろは国司を務めた経験があり、さらに息子の藤原の仕家が当時越前国司を任されていたため、近江国国賀を目指します。そこで宇治から琵琶湖の西岸を北へ進んでいきます。しかし
高原上皇は予想済みでした。朝廷軍を琵琶湖の東軍の力先回りをさせて、越前国主の息子の藤原の鹿氏が殺害され、敵手が固められていました。764年10月17日朝廷軍に行く手を阻まれ退却し、近江の国高島郡の琵琶湖の近くにある乙女ヶ池で船を出し湖上に逃れようとしますが、逃げ切れず、最終的に藤原の仲間らは捕らえられて首を切られ亡くなります。58歳でした。切られた場所で一族ら34人も処刑されます。1週間で藤原の仲間らの乱は幕を閉じること。ちなみにこの乱を藤原の仲間らの乱だけでなく、恵美の推し活の乱とも呼ばれています。これは名前から来ています。恵美の推し活については、758年の順仁天皇が即位した年、右大臣に位を任じられ、藤原の仲間らの以下は姓に恵美のが付け加えられ、さらに仲間らは推し活の名をいただき、恵美の推し活に改名されています。なので恵美の推し活の乱とも呼ばれています。まとめいかがでしたでしょうか。今日は藤原の仲間らの人生に取り巻く業績をお話ししてみました。一時期は絶対的な権力を持っていた仲間らでしたが、最後はあっけない幕切れに。この後764年11月に順仁天皇が流され、代わって高原上皇が天皇として再び即位、そして東京とともに独占権を6年間も続けることに。ということで今回は以上となります。また次の動画でお会いできれば幸いです。明日につなぐチャンネル登録お願いいたします。